ドジャースの大谷翔平投手はレギュラーシーズン6試合を残して53本塁打 &55 盗塁53から55をマーク。シーズン換算で55から57ペースとしている。メジャー記録を更新し続け、無人の農育30歳をベースニューヨークポストが特集。 昌平大谷の50から50はスポーツ界で最も達成不可能な記録の一つとして生き続ける可能性があるとの見出しで伝えている。画像、マミコさんが撮った写真かな、大谷翔平が試合後に公開した一枚が話題記事は、彼はただ珍しいことを成し遂げただけではない。ほぼ、達成、不可能なことを成し遂げたのだと大谷を称賛。リアルタイムでありえないほど高いハードルを設定した。 50から50クラブという新しいカテゴリーを作ったとさらに3次を並べる。これまでに30から30、達成者は47人いる。1922年にケン・ウィリアムズが初めて到達し、2人目のウィリー・メイズは1956年。34年かかった。40の40は6人で、ホセ・カンセコが1988年に初めて達成。 二人目はバリー・ボンズで、八年後の1996年だった。今回、50から50クラブを大谷が立ち上げたが、現在生きている選手の中で、これに近づける選手がいるか、はっきりとはわからないと伝える。可能性のある選手に、昨季、41の73をマークしながら今季は左膝前十字じ帯を断裂して離脱したロナルドア・クーニャ・ジュニア。外シュ、ブレーブス。 を挙げた上で、来年復帰した際、かつてのように思い切り走れる日は来るだろうか。50から50達成の可能性は低いだろうとしている。最終的に大谷がどこまで記録を伸ばすかわからないとし、いずれにせよ、近づくのが困難なクラクラするような数字になるだろうと述べている。一方で、これまでにも破ることが不可能と思われていた記録が破られてきたとし、例を紹介。 ベーブ・ルースは1921年7月18日に通算139号を放ち、ロジャー・コナーを抜いて歴代最多となった。その後575本ものホームランを積み上げた。ハンク・アーロンが彼に追いつくまでに39年かかったと説明する。近い将来に2人目の50から5ゼロ達成選手が現れるかもしれない。 大谷は50から50という独房に永遠に閉じ込められることはないか漏れない。とするも、その可能性に期待はしていないと結んでいる。